皆さんこんにちは、ナイロン番組ナイロンです。今回はですね、あの目にすぐかかってね、すごいと鬱陶しい家にこんなものがありました。でででで、蜂蜜角質ジェル、蜂蜜がありました。私ね、わかるかな、肌はね結構汚いんですよ。今回はこの蜂蜜をね、鼻の上に塗っていきたいと思います。結構これめんどくさいんですよ。蜂蜜塗るじゃないですか、で一回洗いに行くじゃないですか、でまた動画撮るじゃないですか、編集がね。まずね、匂いからだよね。こういうスプーンもついてるんです、ありがたいですね。ご会長、めっちゃ蜂蜜、あのセブンイレブンに売っている梅干し、蜂蜜の甘い梅干しの匂いする。食べれそうだけど、食べたらダメ。あ、でも食べないでくださいと書いてないわ。あ、ジェルだ。わかるかな？なんかすごいジェル。いい匂い。すごいいい匂いなの。あの、プーさんのハニーハントのところの匂い。どうすればいいんだろう、これ。どうすればいいと思う？もうちょっと豪快に取っとこうよ。もっといっぱい取れるはず。もっといっぱい取れる。よし。よし。これを手につけましょう。手に取るの？どうすればいいと思う？わー、ペトってする。あ、すごいね。こんな取り方すんのかな？ちょっとわかんない。ティッシュ。どうすればいいの？これ鼻につけないと。鼻。おかしいでしょ、これ。違うって。ちょっと待って。手がすごいことだった。あ、待って、鼻が。あ、これ普通にダメ。ちょっと待って、ダメだ。めっちゃいい匂い。ハニーハント。プーさん状態。手がプーさん状態。これちょっと付け方わかんない。ちょっと人にやってもらわないとダメだ、これ。どうしよう。パニック状態。見て。プーさんのハニーハント。これ絶対使い方違う。これさ、取りすぎたってやつだよね。うわぁ、無駄遣いだわ。まあ、でもね、たまにはね、こういう豪快に使った方がいいと思うよ。これさ、絶対付け方間違えたって、これどうやって付けるんだろう。この人片手で付けてるもん。口に入った。ちょっと待って、どうしよう。口に入った。けど甘い。甘いよ。30秒間。甘い。ブエ。一回動画止めます。洗ってきます。はい、落としてきました。めっちゃパニック。あ、ここ落ちてない。うわ、最悪。うわ、もうやだ。肌めっちゃテカってる。めっちゃ鼻テカってるよね。拭いて。本当にこれ、本当にいい匂い。もういい、いい匂いすぎて、もうビール。鼻めっちゃテカってるよね。めっちゃいい匂いでした。それでは、また明日の番組でお会いしましょう。Twitter の方、フォローお願いします。バイバイ。